うん、うちのボリュームゾーンって偏差値60以下、うちって延べ人数でやったら受験者数超えるんですよ、合格数が、うんうん、入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。マナビズムの川本です。今井です。よろしくお願いします。それでは今回のトークテーマはですね、マナビズムの合格率って高いのと、でその理由はというふうなテーマなんですけれども、はいはい、結論、はい、めちゃ高いです、はい、めちゃ高い、それはソースは何ですかは、他の塾さんの校舎長の人といろいろコミュニケーション取った時に聞く合格率が圧倒的にうちの方が高いからです、うん、そうですね、はい、それ以外ソースはないんですけど、うん、じゃあなんで出してない、嘘ちゃうんっていう、どうせ反論返ってくると思うんで言っておくと、はい、僕ら受験屋からした時にこのパーセンテージ叩けてたらすげえっすねっていろんな人から言われるのと、一般大衆がその数字を見た時に高いと思ってもらえるかは別の話なんで。そうですね。あ、ただあの動画やったら伝わるかなっていう、文字だけじゃなくて、うんうんうん、動画やったら伝わるかなと思ったんで、まあ言っていこうかなっていう風な話なんですけど、はい、そもそも論として倍率イコール合格率じゃないですか。まあつまり倍率が3倍ですって言われたら、合格率って3人のうち1人しか受からないから 33% なんですよ。で、まあ、あの僕らもね、もうもっともっと頑張って校舎を広げていこうよっていう風にこれから頑張っていきたいです、うん、行くんですけど、はい、まだまだ校舎数も少ないし生徒数もそんなべらぼうに多いわけじゃないから、うん、大手さんみたいに何々大学何千人とかっていう風な規模じゃないんで、うん、うちはまあそういう何人とかっていうのも出してないですけど、はい、大体率に直したらまあ3倍とか、まあ、3人に1人もしくは4倍やったら、だから 25% から 33% ぐらいの間を普通やったら推移するんですよ、うんうんですね、延べ人数で、うん、ただあのうちは実人数で平均したら大体60ぐらいなんですよね、うん、そうです、60ぐらい、もちろん 50% 台に行く時もあれば、校舎によっては 80% 台 70% 台まで上がる校舎もあるんですけど、平均したら大体50後半から60ぐらいだと思っておいてください、うん、で間違えてほしくないのは、うちのこのパーセンテージ数字は実人数なんですよ。でうちって延べ人数でやったら受験者数超えるんですよ、合格数が、うんうんうん、だから 120% なんですよね、合格です、はい、意味わからないんで、実合格者数で言ったらそれです、はい、でも普通ってその 25% とかしか受からへんところで、それの何倍も受からす、うん、まあ2倍から 1.5 倍ぐらいは受からしてるっていう風なところは胸を張って言える数字だと思いますけど、例えばマナビズムのホームページ見て合格率 60% 達成って言われてて、うわすげえって別にみんな思わへんやん。そうっすよね間違いない、うん、あの受験屋からしたらすごい数字だと胸を張れるんだけど、うんうん、やから、それって別に何かで足切りした数字とかでもないし、うん、純粋なうちの入塾生徒で割った時にそういう風になるっていう風な感覚なんやけど、うん、あのね、なんかこれってじゃあなんで高いんやろうかっていう、うん、そのうちの自慢をしたいわけじゃなくて、少なからず YouTube 見てる子は学びずのせいではないかもしれへんけど、うん、まあビズマーの一人、学びずのこうソウルを、スピリットをこうよく耳にしている人だなと思うから、はい、あれなんだけど、めっちゃ特別なことしてるかって言ったら別にしてないと僕は思ってます、うん、毎日部活やってる子は部活が終わり次第すぐに自習室に来て勉強して、自習コンサルティングっていうので計画を担当の先生と一緒に立てて、それをずっとやりながら、例えば夜の7時半とか8時から、リーズニングゼミ、オンラインコースの子やったら、はい、まあ普通に家で習熟度テストをやってもらうんだけど、校舎やったら講師の前でその各進度に合わせてテストをやってもらって、うん、オンラインコースも同じテストを使ってスタッフに送ってっていう風に、計画がうまいこと言ってるかのテストをやって、ほんでまだ計画立てて、うん、テストやってを繰り返してるだけなんですよ、はい、だけです、うん、やからなんか例えば僕って一応英語とか現代文をメイン教科、まあ一応古文も全然教えれるし日本史も数学も教えれるんですけど、うん、メインをじゃあ例えば英語現代文で川本先生が古文で、はい、なんかいろいろ校舎回りながら全生徒にもう個別で1対1で英語長文一緒に読んでとか、うん、急に歩行してめちゃくちゃ手こ入れしてみたいなんをしてるかって言われたら、もうそれができる校舎数でもないし、昔はありましたよ、地元の塾っていう感じで僕の時とかやってました、僕1個下とかにも塾やったりしてたんで、うん、でも今はそれもやらず、やってないけどそういう風に高い数字を叩いているっていう、うん、は単純に学びずむ生がみんな他の受験生より頑張っているから、うん、ただそれだけやと思うんですよ。
ていうかまあ厳密に言うとめちゃ厳しい塾やなんやろうなっていうのは思います。思いますね、うん、ていうかまあ僕も塾生やったんで感じました、うん、僕も感じてます。そうですよね、はい、あのむちゃくちゃ今やったら、はい、ほんまあれよ今の生徒には断じてしてないし注意ですよ、あの断じてしてないし、はい、それをやるのがいいことやと思う僕は思わないよ、はい、思わないですけど、はい、僕みたいな高校生の2年生の時ね全然勉強してなかった人間は、はい、10年前です、はい、だからあのちょっと高校でまだギリ体罰残ってるぐらいの世代と思ってください昭和世代、ね、平成生まれやけど昭和世代と思ってください、はい、何ですか。僕は矢沢先生に助動詞の表を絶対に覚えておいで、はい、単語とこれだけでいいからやってくる、はいはいはい、分かりました。で僕同時に入塾してた2人あの同じ部活同じ高校で、うん、同じぐらいの志望校群の子おったんですけどこう2人覚えてきて、はい、僕マジで1個も覚えていかんかったんですよ、はい、次の1週間目のその時集団授業やってたんで授業までに1個もやっていかんかったんですよ、はい、そしたら今やったらなんでやってこんかったんとか、うんうん、ほんじゃどうやったら次できるようになるかっていう指導をして修正をするやんか、はい、うんうんうん夜中1時2時ぐらいまで100枚書かされました、はい、100枚か覚えてない50枚ぐらいだったかな持ったかもしれへん、はい、でも覚えるまで書きました、はいはい、ほんで家に電話されて雄大君全然勉強してないんでもう覚えるまで残していいですかみたいな、まあ家チャリでほんま1本ぐらいやったんでめっちゃ近かったから、はいはい、いいですみたいなもう覚えるまでやらせてくださいみたいな今やったら考えられへんけど今やったら考えられへん、ね、そういう厳しさを昔持ってた塾やから当たり前やけど矢沢先生がそういう塾を作ってその教え子である僕とか川本先生がカリキュラムとかを考えたりスタッフと接したり生徒と接したりしてるから、うん、今日遅いやんいつも5時ぐらいに来てるのになんでなみたいな、うん、ちょっと友達と遊んでました、うん、バカたれみたいな、うん、バカたれとは言わないですけど何を言ってるんやみたいなはい、はい、やるって約束したやんみたいな計画たたたもてて合格できたみたいな、うん、その結果を出すために愚直に頑張るのは当たり前夏休み最低12時間目標10時間やるのも当たり前なの、うんうん、当たり前周りがそんな勉強せんでいいやんって言っててもいやこんぐらいやらなあかんねんって周りを跳ねのけるのもそれもビズマプライドした当たり前なのよめっちゃそれそうやね、はい、つまり当たり前の基準がうちの生徒は高いそうですねだって僕実際学校通ってた時になんで川本そんなやってんのってめっちゃみんなに言われたんですよ、うん、受かりたいからやん受かりたいからやってる普通やんみたいな、うん、だから一生僕はキョトンとした顔で別にやらされてるという感覚もなかったし、まあ、もちろん厳しかったけど怖いと思ったことはないというか、うんうん、その自分が受かるために必要なことをただひたすら教えてくれてるんや、うん、でその基準がこれなんやったらもうやるだけやんやるっきゃないやんっていう話はもう逆に大丈夫かって僕は思ってたぐらいなんで、うん、そのやっぱ基準っていうのは他の塾生とか他の子たちよりも高いんじゃないかなっていうのはめちゃくちゃ感じます、うん、そうなのよでねうちって難関次第専門塾やから例えば関西圏に校舎があるとして例えば阪大第一志望です、はい、京大第一志望ですっていう子が何人もいてでその子たちが同志社やったり関大を取っていくから率が高いんじゃないのよ、うん、うちのボリュームゾーンって偏差値60以下だから59から55の間が一番多い、ね、生徒のボリュームゾーンで超新学校なんてほぼいないですか60超えてる高校の子来たらなんかあれ偏差値高い子入ってきたなみたいなこの子今年多いなってちょっとびっくりするから、はい、63とかの高校の子来たらおお高い子入ってきたなってなるぐらいなんで、うん、あのそんぐらい勉強せな受からしてあげられないんですよね間違いないあのもっと上の子来てほしいとか全く思ったことないし、うん、もうその子がこういう人生行きたいんだだから偏差値68とかの高校の子でも同志社に行ってこういうことやりたいんだ周り国公立志望ばっかりやから学校の先生も協定対策ばっかやらされるから、うん、私立専門塾に入りって頑張りたいんですって言ってくれてる子を別にあのもう頑張ろうやって言うし、うん、国公立でもねうちを選んでくれるんだったらもちろんサポートはするんだけど、はいだからそこもうちの一つの特徴かなっていうふうには思ってるから、うん、かだからあのもうみんなの中で僕らは学びズム生と同じ基準を YouTube 視聴者の学びズムチャンネルとか総慶マーチラボとかカンカン同立ラボに関わってくれてる受験生には同じものを求めてるつもりだし、うん、1対1で受験相談とか来てくれたらね講師はオンラインでやってるから悩んでることあったらすぐ来てほしいんやけど、うん、それに来てくれたら話せるけど
まあいろんな事情があって来にくいとか行きたくないっていう思いもある人のために、例えば LINE とかで計画表とか配ってるわけよ、はい、でもそれ通りにしっかりやってる人何人おるかっていうのを思うと、うん、YouTube 視聴者の浪人生が落ちちゃって結果が出なくて相談に来てくれたりだとか、なんかあのライブ配信やってる時に前期全落ちでした後期入試に向けて頑張ってますみたいな質問相談を聞いたりとかする時に、やっぱ YouTube では伝わりきってない部分はあるんだろうなっていう風にやっぱ思わされるところはあって、まあそれがやっぱ悔しいですね。からなんか商売のためにやってるって言ってなんか春季講習の告知ばっかりみたいな、最近そういう声も減ってきたけど、思いは伝わってるかなとは思いつつ減ってきたけど、いやそりゃ1万2万で1ヶ月うちのなサービス受けてくれて、そのまま入塾せなくてもみんなが少しでも正しい計画の作り方が分かるようになるんやったら喜んで協力するよ僕らは。1週間体験とか受験相談もさっきも話したけど、受かりたいって少しでも思って、っていうか受かりたいっていう気持ちを持ってる人を応援したいっていう人間じゃないと塾講師なんてやってないから、こんな長年もずっとね、それを生業に選ばないから僕らは。だから来てくれたらなんぼでも相談には乗るけど、けど YouTube でも厳しい基準を言ってるの中で、一部の賢い人たちが学歴とか偏差値だけで見てる人たちが、この偏差値帯やったら半年ないとダメでしょうとか、いやだから僕もこんだけ努力してましたで同志社ですって、そんだけやって同志社やったら能力知れてるなみたいな、はいはいはい、あの別に僕ねあんまイライラしないんですけど、まあ僕の生まれてからの勉強の人生をたどったら、はい、マジであんぐらい努力しても勉強の積み重ねなさすぎて、ほんま限界やったなって僕思うんですよ、はい、また違った人生もあったかなっていう、違った世界線もあったんかなとは思いますけど、もっと小学校中学ちゃんと真面目に生きてたらね、うん、あったんかなとは思いますけど、でもそういう声じゃなくて、今のみんなに必要な志望校合格に向けて必要な勉強量ができているかっていうのがやっぱり大事だというふうに思うから、うん、あの参考書ルートのプレゼントをしている動画とか、その月の欠陥計画表をプレゼントしている動画とか、うん、参考書みんなが少しでも自分に合うものを選べるように公式 LINE で参考書ガイドブック配ったりとか、いろいろやれることはやってるつもり、うん、でその中でご縁があって学びズムに入塾してくれたら、もちろん僕らとしては最後まで応援させてもらうよ、責任持ってっていうだけの話なんで、うん、やからあの自慢したいとかじゃなくて、なんでそんなに受かるんかって言ったら単純に基準がちゃう、うん、でその基準はじゃあなんぼなんですかはもう YouTube 動画見たら全部わかるわ、学びズムの YouTube チャンネルの中で勉強時間で調べたらそんなやらなあかんみたいなことを言ってるの多分5万と出てきます、ありますね、はい、僕もう何年を同じような話してるかわからへんもんけど、まだまだ伝わってないから昔の動画あさって基準をしっかり見てもらいたいなっていう、そうすればみんなもやっぱりね、あの高い基準で勉強して合格できるから、うんうん、第一志望にね、だからそういう思いでやってほしいなっていうふうに思う動画ですね、はい、はい、以上でございます、ありがとうございます。今井先生、川本先生、死ぬ気で頑張りますっていう人はぜひぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。この動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。動画を見てくれてありがとう。今マナビズムの公式 LINE に登録すると3つもプレゼントを配布しています。早慶マーチカンカン同率の大門構成であったり、拝点設問に対する解き方が完全解説された攻略本、英語の主要参考書100冊を細かく研究してまとめた参考書ガイドブック、君の英語の基礎力が10分でわかる基礎力判定テスト、プレゼントは定期的に更新しているのでゲットできなくなる前に概要欄の URL から必ず公式 LINE に登録をお願いします。